このまま国民が全員いなくなるかもしれません。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、本日のテーマは、なぜ日本は出生率が回復しているんだ？隣国で国民が消える大ピンチをお送りします。隣国の出生率がひどすぎる。日本でも少子高齢化が深刻ですが、隣国はそれ以上に厳しい状態となっています。このままでは近い将来、彼らの国に人がいなくなると懸念されているほどです。そうした中、日本の出生率を見た彼らが驚きの声を上げています。今回は、そのような日本と隣国との出生率を比較した報道内容と、日韓の人々の反応をご紹介します。まずは報道内容です。日本は主要国の中で初めて戦争以外の原因で人口が減り始めた国だ。日本の人口が減少し始めたのは、国連統計基準で2011年のことだ。2010年の1億2813万人から2011年1億2808万人へと減少した。その後、2021年まで11年連続で人口が減少し続けている。その主な原因は合計特殊出生率の低下だったが、驚くべきことに日本の出生率はここへ来て反動し始めている。一方で我が国の出生率の低下はとどまることを知らずに急激な落下を続けている。このままでは将来的に我が国は消滅しかねない状況だ。日本経済が30年間足踏みした理由の一つとして少子高齢化による人口の停滞と減少がある。日本の人口減少は以前から予見されていたことだ。それは合計特殊出生率が1975年 2.0 人を下回り、1980年代後半には 1.5 人台に下がっていたからだ。この合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものを指す。限定した年齢の女性人口を用いるため特殊がついている。ところが、日本は出生率の反動に成功した。2005年 1.26 人まで下がっていた出生率は、2015年1.45 人に上昇。新型コロナ禍の昨年も 1.30 人を維持したのだ。この結果から国連は日本の出生率は上昇し続け、2060年代に 1.5 人台に高まると予想している。一方で我が国の状況は深刻さを増している。出生率が世界的に類を見ないほど墜落しているのだ。2000年には我が国の出生率は 1.48 人で日本の 1.37 人より高かった。しかし、2018年の出生率は 0.98 人となり、世界で初めて1人を下回ってしまった。さらに昨年は 0.81 人にまで落ち、2022年の第2四半期には 0.75 人にまで墜落した。このように、日本の出生率が低水準ではあるが、徐々に上がっていくのに比べ、我が国の出生率が急激に下落し続けている理由は何だろうか。専門家たちは、日本が少子化克服政策を長期間持続的に推進した結果と見ている。日本が少子化への対応に乗り出したのは1990年だ。その後、日本政府は予算を持続的に投入し、育児手当を増やした。2022年には11省庁が各々展開していた出産及び育児支援政策を統合するため、子ども家族庁を設立した。一方で、我が国の政府が出生率改善に乗り出したのは2006年になってからだ。しかし、それも権限も予算も小さい少子高齢社会委員会を立ち上げただけだった。ユン政権には日本政府の対策をしっかり研究した上で、さらに効果の高い政策の実行を期待したい。以上が報道内容です。合計特殊出生率が 1.5 人というのはまだ少ないですが、それでも少しずつ戻ってきつつあるというのは嬉しいところですね。このまま再び 2.0 人を上回るようになり、人口が増えていくことを期待したいと思います。一方で、隣国では世界でも最小となる 0.75 人にまで落ち込んでいます。これは単純に考えると、二人の夫婦から 0.75 人の子供しか生まれない計算になります。つまり、世代を重ねるごとに人口は半分以下になっていくということです。実際はそこまで単純ではないかもしれませんが、このまま行けば数世代を重ねた時、彼らの人口は1000万人を切ることとなりそうです。こうして急速に人口が減っていけば、
当然現在の経済水準を維持することはできません。国の発展は止まり、衰退していくしかないでしょう。彼らは自ら国を終わらせようとしているようです。こうした状況には日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。隣国の反応。上事を言うな。今のこの悪い社会の中で誰が子供を育てたいと思うのか。今20、30代の給料を見ろ。住宅価格を見ろ。子供をただ金の奴隷にするために産めというのか。人口増加政策のために数十兆ウォンを使い果たしたムンジェイン前大統領。その金を一体どこに使ったのか明らかにするべきだ。ユン大統領にも子供がいない。それで出生率を高めることに関心なんかあるわけがない。子供ができても病気になったら預けるところもないし、毎回休暇を取ることもできない。共働きだと現実的に祖父母の助けなしには不可能なのに。奴隷生活は私の代で終わらせる。裕福な人だけ産めばいい。共働き夫婦だけど、本当に会社に通いながら子供を育てる気にならない。二人で稼がなければならない状況で、どうやって子供を育てればいいって言うんだ？日本に住んでいる私の姉が、私たちの国の子供たちが毎日遅くまで塾に通ってるのを見てびっくりしていたよ。学校の授業だけでは到底受験戦争についていけない。我が国の教育界の問題が本当に嫌でたまらない。教育から改善が必要だ。入試のための塾代など、私教育費があまりにも高い。今の所得では、子供を大学まで出して就職させるのは無理。そう考えると、出産をしようと考える女性がいないんじゃないかな。共働き夫婦なんだけど、本当に毎日罪人のように泣きながら会社に通ってるよ。夜勤の日や子供が病気の時は、本当に精神的に苦しくなる。我が国では個人主義が狂ったように幅を利かせている。自分だけが良ければいいので結婚する気はないし、国のために子供を作ろうという犠牲の精神もない。もうこのまま我が国は終わっていくんだろうね。日本の反応。昨年の 0.81 人も衝撃的な数字だったけど、 0.75 人は当然予想されていたとはいえ、これも衝撃的。2017年以降は急降下で持ち直す傾向さえ見られない状況になっている。単純に考えれば、ムン政権下での経済政策によって20代から40代の経済状況が悪化したためなんだろうね。ムン政権はまさに国を滅ぼしたね。日本も彼らの少子化対策に金を出すべきでは？もちろん少子化を防ぐためにではなく、少子化を促進させるためにだけど。例えば、よりソウルに一極集中するように、出生率の高い地域からソウルの大学への進学に奨学金を出したりね。他にも、職場等での結婚圧力に対しても、ハラスメントとして訴訟できるようにサポートするために支援金を出していこう。家族連れより一人暮らしが快適になるような街づくりもね。それで少子化加速に顕著な効果があった方法があれば、反面教師として日本国内で逆のことをすればいい。人が個人の幸せを追求したとき、果たしてそこに結婚、出産、育児が組み込まれるのかということでは、現在の厳しい社会状況の中では、出生率は 1.5 で十分というのが若い人たちの判断なのだろう。大体日本政府も大した施策をやってないしね。日本も子供手当とか言ってるけど、代わりに子供手当支給年齢時の扶養控除をなくしている。実は年収600万円くらいの収入があると増税になっている。ましてや所得制限で半額しか支給しないとか、今月からは全く支給されない人までいる。子供が2人以上いるとお得って制度にしていかないと、出生率の大きな変化は見込めないよ。日本の出生率が上昇に転じたのは、団塊ジュニア世代が親になる時期に差し掛かったから。日本政府がテコ入れした成果だと言えるほどの伸び率ではないと思う。現に出産一時金の上乗せだけで大げさに騒ぎ、子供支援も所得制限を設けている。日本政府がケチすぎて逆に少子化に拍車をかけているように見えてしまう。少子化なんていずれどの国もたどる道。永遠に人口が増えることなんてありえない。ただ隣国のように出生率が4くらいあったところから一気に1を切るのは大問題。少子高齢化のスピードがとんでもなく速くなり、国が消滅する感じになりそうだね。日本の少子化対策は彼らが出生率 1.0 を切る前からすでに始まっているよ。
先進例のフランスとか北欧とかをお手本にしているから効果があるのかも。家計負債をどうにかするのが先決なのでは？いくら補助金や子育て支援を充実させても、彼らの子育ては金がかかりすぎているようだから、借金だらけの人たちが積極的に子供を作って養おうなんて考えるわけがない。学歴偏重社会を排除して農林水産重視の国にすれば人口は増えてきそう。でもそれと真逆なことを目指しているから人口減少が止まらないんだろうな。完全に自業自得だよ。彼らの国は笑えない水準が続いているね。あと10年同じ傾向が続けば、今世紀末には国としての形を保つことができないほどに大変なことになりそう。本気で北との合併を考えた方がいいんじゃないかな。誰もが未来に希望が持てない彼らの社会。隣国の一般人は自分が食べていくのがやっとなのが実情です。しかも日本で言えば普通のアパートに住むためにも驚くほど高額な敷金が必要です。働くにしてもトップクラスの大学でいい成績を上げ、財閥系に就職できなければ非常に低い賃金で働くことになります。さらに高齢者向けの福祉も充実しておらず、老後に希望を持つことができません。そのような状況の中、新たに子供を設けたいと思わないというのが本音でしょう。この厳しく辛い社会に愛する子供を放り出すことをしたくないという気持ちかもしれません。このまま隣国は国民がいなくなり、消えていくのが運命なのかもしれませんね。あなたはこうした日本と隣国の出生率についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。